横田です。はい、どうも坂田です、今回はですね、はい、柔軟性再考してみた、はい、パート2ということで、はい、前回引き続き、はい、柔軟性とはそうですね、はい、で前回ちょっと宣伝みたいになっちゃったんで、今回はちゃんと実技踏まえた内容をお伝えしたいなと思います、はい。まあ、前回は、まあ、柔軟性、はい、可動性、弛緩性、うん、そしてまあ相対的柔軟性という4つの言葉を紹介したにもかかわらず、はい、まさかの3つの解説終わってしまったと。はい、私の振りが下手くそ。いやいや、4つ目聞くの忘れちゃう。ちゃんと僕は2本目に出そうと思って飛ばしました。すいません、はい。ということで、まあ、じゃあ相対的柔軟性、はいはい、まあ、相対的なんで、まあ、何かと比べる。そうですね、はい、まあ、その通りもう終わりましょうか。いや漢字から想像しただけです、はいはいはい、相対的って言葉をよく使うじゃないですか、はい、例えばじゃあ硬、はい、いが外旋してますと、硬いがね、膝下がってことは相対的に見て大体は、まあ、内側外旋してますね。でも実際見ると大体だけ見ると外旋してる場合もあるわけですよね。ああ、なるほど。外旋にさらに外旋が加わってるんで下の方が外旋が見えちゃう。相対的には外旋してるけど、そうそう、ここだけで見たらこれも外旋してるよ、はい、で柔軟性も同じことなので、おー、なるほど。例えば前屈が一般的に、はい、一般の人がもうあの人体柔らかいよねって言うので、うん、私柔らかいですよって前屈するじゃないですか、ベターってね。そう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 、はい、それはまあ一般の人です。一般的な前屈の話で、はい、ただこうワンランク上の、そうそうそう、一皮抜けてるズル抜けトレーナーの人だったら、はいはい、そこを相対的柔軟性を見てる、はい、どこが柔らかいのかっていうのをちゃんと評価しないと、あ、この人はここに問題があるなと、怪我するんだなっていうのが見えてこないんですよね。なるほど。相対的柔軟性っていうのを、まあ、理解しないと。なので今日は、はい、腰部と股関節の関係でちょっと説明しようかなと思います。はい、はい、じゃあ実際にやっていきましょうか。早速、はい、いきましょう。じゃあ相対的柔軟性を説明するのに、はい、まあ、前屈してもらいます、はい、ね、はいはい、もうね、硬いって言っちゃってるもん。はい、OK、ありがとうございます、はい、でこれで、例えば小宮さんだとつま先つくかつかないってぐらいですか、はい、ギリです、はい、ギリね、ギリ、はい、じゃあデッドリフトするのに最低な、最低必要な可能性は、まあ、もう一回触る、そうですね、一回タッチできる、はい、下から持てないものをボツだ、ギリギリですから、はい、だから、まあ、これがギリ、はい、入念にそういう可動域を増やす努力をすれば何か届くので、そうですね、マップしないとダメですね、はい、で、あとはヨガの選手とかだと二つ折りになれるじゃないですか、ベランって、そうそうそう、もうなんかお腹がここにくっつく、そうです、で、あれを柔らかいって皆さん言ってるんですけど、はい、セカンドチェックです、セカンドチェック、はい、ワンランクだ、はい、僕もベタっていかないんで説明言いづらいですけど、ベタっていくってことは、はい、背骨って曲がらなくてもいいです。確かにね、要はジャックナイフみたいな、うん、折りたたみでもいい、うんうん、背中曲がらなくても股関節から2つ折りすればいい、こういうことですね、そう、これでそれがここがそう、あの人たちはそのままベタっていけるわけです、うん、背中の柔軟性っていらないですよ。だから多いのは背骨がめちゃくちゃ硬い、はいはい、でも女性いますよね、なんかこう前屈してついてるけど、はい、腰部とか船の人多いですよね。だからセカンドチェックでキャットをする、キャットね、はい、四つ這いになってもらって、で背中を曲げる、でちゃんとこう綺麗なアーチができるか、で極時触って、はい、極時が全部こう触れるかどうかっていうのをチェックして、はい、あ、この辺がフラットだよねとかね、いう評価をしてあげると、はい、前屈もできてこれも綺麗に曲げれる人っていうのは本当に重要なんです。けど前屈すぎると背中全然曲がらない人は、はい、ハムの柔らかさだけで柔軟性出してまあ、危ないですね。なるほど、相対的柔軟性に、そうです、ハムが柔らかすぎて、はい、背中が痛い、そういうことです。で、どういうことが起きるかというと、はい、この青と黄色のミニバンド、はい、ね、黄色は柔らかいです、はい、で、青が硬いです、硬い、うん、これを引っ張ると、はい、黄色が伸びるんです、まあ、同じ力で引っ張ってる、そう、もう黄色だけ引っ張れちゃう、そう、要はじゃあこういう状態ですね、さっき前屈したこういう状態、ここがね、骨盤でね、そう、そうするとこっちしか伸びてないわけです、はいはい、でこれはどん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 差を生んじゃうんで、この人の背骨って一生硬いになります。なるほど、はい、で、まあ、それが原因でどっかしらに痛みが出てきちゃうと、はい、じゃあどうするかというと、はい、ハムストリングスの感覚を高めるんだろうと、こ
っちが柔らかすぎるから、はい、ここをしっかりとある程度固定できる感覚を鍛えていく、はい、そういうことです。なるほどね。柔らかければいいってわけじゃないと。そういうことです。そういうことなんですね、はい、だから結局こう前屈ピシャッと体が出ましたけど、うん、ピシャッとね、うん、ピシャッとできる人は腰が痛いって人多いんですよ。腰部全然動いてないで循環悪いし、筋膜生活になりやすいですね。なるほど、はい、まあ、もちろんね、僕が仮にこうつかない人だったら、はい、背中だけ丸まってこういうケースっていう、はい、そうです。そしたらこっちが硬すぎる。要は小宮山さんって歯が硬いけど腰が硬くないですよ。今どっちかさすることだからこの前屈が完成するわけです、はい、僕とかもそう。歯も硬いけど背中こっちが柔らかいから、はい、そうです。男性は結構こういう人、そういう人はこう歯が硬いの柔軟性、そうです、そうです。ただ女性に柔らかすぎる人に関して言うと、はい、まずは歯の感覚を取り戻したい、はい、で実際そのエクササイズやりましょう。 OK、はい、ということで、はい、ちょっとエクササイズやってみましょう。はい、はい、お願いします。はい、で、ヒップリフトするんですけど、はい、あの膝の角度、はい、かかととお尻が近いとあのヒップに入りやすいし、はい、かかととお尻が遠いとハムに入りやすいんで、はい、まあ、ある程度かかととお尻が遠い位置でもうちょっと近く近くまずお尻上げてもらいます。つま先上げてあのかかとで地面をグッと押す感じですね。その時にあの腰だけ反らないように気をつけてください。そうすると今ハムに入ってますね。で、よくやるのはここからキープして、かかとで前に歩いて、そうそう、で戻って、これハンが弱い女性だと腰が絶対反ります。残し反らない、はい、前、めちゃくちゃめちゃくちゃハムに効きますね、はい、まあまあ、これあんまりやるとポイント大変そうなんでで、あのこういうバルスライドで滑るですね、ツールがある人は、まあ、ない人も床がフローリングなら雑巾とか、そうですね、いける、乗せてもらって持ち上げて、はい、大丈夫ですか、大丈夫、前に滑らせて、きつかったらいいか、お尻ポトンと落としてください。で、膝の後ろ、お尻上げて伸ばして、まずはここからね、そう、左やるとやっぱハンビが強すぎるんで、で慣れてきたら戻す、腰部の反りだけ気をつけてるんですね。これがかなり優秀ですね。おお、V シャツが OK です。よっしゃー、はい、こういう感じでハムへの刺激を、まあ、与えていく。で、次できるようになったら、次に巻き込んでもらって、片方の足を投げ出して、膝が軽く曲がってもいいので、かかとの横をタッチ。はい、足替えて、肩を。はい、膝から曲げるんですよ。タッチ、タッチ、あの土壌してる感じ。そう、はい、っていうのをやってじゃあ来る、はい、次はそのハムを効かせた状態で、はい、なんか重りなんとかをで動かすとか、はい、うん、ボールアップとかですね、これハムに入った状態、こうやってハムの感覚を出していく。あー、できるわ。で、キープは結構こう柔軟性が高い、はい、ヨガの先生とかは、はい、これやると、その、硬くなりましたって言うんですけど、硬くなったんじゃなくて感覚が出てたわけですから、はいはい、それが安全な範囲です。感じれるようになる。そうです。感じれるのが安全じゃないと思うので、あ、安全な範囲を教えてくれるので、まあ、こういった段階を踏んで、ハムに刺激を与えていくと、ハムの感覚が戻ってきて、じゃあ曲げるときに、あ、ここで止まって、こっちが動くなってくるので、あの背骨の柔らかさも出せる。なるほど。はい、だから背骨が硬いから背骨だけやっても変わらないですから。あ、はい、背骨が硬い人は、そうです、こっちの固定をまず作って、そこから動かしていく。そういうことです。なるほどね。はい、ということで。はい、相対的柔軟性、相対的柔軟性やってきました。はい、まあ、すごい大事ですね。めちゃくちゃ大事です、はい、柔軟性の評価をしてますみたいな、うんうん、可動性の評価してますみたいな人いるかもしれないですけど、はい、まあ、やっぱり動作というのはいろんな関節のいろんな動きのハーモニーですね。お、いいこと言いますね。たまには、はい、
かその単発単発で見たらいいかもしれないけども、はい、そのハーモニーとしてどうやねんというところを一つ、うん、ワーカーの上の視点として見て、ね、マイクササイズを作っていくと、はい、まあ、単純にね、あのじゃあ伸びてやりましょうとかストリングスやりましょうじゃなくて、うん、こういうところを見てあげるとより深みが出ますね。そうそう、見る答えれると思いますね、うん、ぜひやってみてください。はい、楽しみください、はい、ということで今日も最後に見ていただいてありがとうございました。